今から地方創生及び消費者問題に関する特別委員会を開会いたします委員の異動についてご報告いたします昨日までに長峰誠君徳重正幸君堀井岩尾君及び宮崎正夫君が委員を辞任されその補欠として藤瀬健三君地見花子君青山重春君及び小野田紀美君が選任されました この際、井上内閣府特命担当大臣から発言を求められておりますので、これを許します。井上内閣府特命担当大臣消費者庁から今国会に提出いたしました、消費者被害の防止、およびその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律案に関しまして、参考資料である参照条文に3か所のご記がございました。 5期があったことにつきまして深くお詫びを申し上げます今後このようなことがないように再発防止に万全を期してまいります政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします地方創生及び消費者問題に関しての総合的な対策樹立に関する調査のため本日の委員会に理事会協議の通り内閣官房 内閣審議官、県内閣官房、町人仕事創生本部、事務局、地方創生総括官補、谷内茂君、ほか24名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することにご異議ございませんか。ご異議ないと認め、採を決定いたします。地方創生及び消費者問題に関しての総合的な対策樹立に関する調査を議題とし、地方創生の基本施策に関する件、 および消費者行政の基本施策に関する件について質疑を行います。質疑のある方は順次、ご発言願います。竹谷敏子君